はいどうも、今回はですね、年収1000万円を超えているのに、結婚できない男性が増えているということなんですよ。いや、これね、年収1000万を超えると、結婚しない方がいいよっていうふうに考え働く人も多いんですけども、年収1000万を超えたから、自分の好みの女性と結婚できるだろうっていうふうにね、意欲を燃やして婚活をする方もいる中で、結婚できないんですよね。 でも女性の皆さんからすると年収1,000万だとやっぱ仕事も成功していて収入にも余裕があってまあ頭もいいしみたいな感じでものすごくね結婚相手としてまあ申し分ないっていうふうに考える方が多いんじゃないかなと思いますがここに落とし穴があるわけなんですよね。というのがねこの記事に書いてますけどもあの年収の高い男性っていうのはあのその魅力を打ち消すほどの欠点があると。 それは何かというと性格が悪いっていう点にあるらしいんですよ。まあ性格に関しましては一から十まで悪ければビジネスで成功できるわけがないので全部が悪いわけではないと思いますけどもただ相手によっては悪い性格が出てしまうってことなんですよね。ここに書いてますけども年収が高いゆえに横柄で自分よりも年収の低い女性に攻撃的ということなんですよね。これはね実はわからないでもないんですよ。つまり一言で言うとね スペックの高い男性の相手をしようと思うと、だらしない女性のまんまではバカにされて終わりってことなんですよ。いや、男性もね、自分なりの当たり前があるわけですよね。で、自分の好みの女性を見たときに、その当たり前にあまりにもかけ離れているとがっくりしますよ。いや、はっきり言って、こいつセックス以外にやることないなって思われちゃうんですよ。 ですんで、おんぶに抱っこを求める女性には酷な話かもしれませんけども、今の時代、年収1000万の男性は探すのが難しいんですよ。で、その時にね、年収1000万の男性、その図の思い込み、そういったものに対応できる自分なりの受け止め力、スペックも用意していないと、無防備のまんま、何もできない私ですけどお願いしますっていう風な形で、こういった男性の前に立つとね、すごい、 シビアななにあっっちゃうってことなんですよ年収1000万の人って相当仕事を見る目お金を見る目人を見る目上司を見る目部下を見る目があるわけですよ、ね、年収300万の人よりも圧倒的にありますよとなると自分の恋人やお嫁さんを見る目もそれなりのものですから若い女性なら誰でもいいよみたいな適当な選び方はしないんですよねだからその辺を覚悟した方がいいのかなと思いますあのこの記事ではね そういった性格の男性が悪いみたいな論調になってますけどもやっぱりねうんレベルに合わせた自分になっていかないとなかなかね交際結婚ってこととにはならならいと思い思ますだってあまりにもレベルの高い人とまあ年収だけで全部は測れませんけども年収について誇りを持っている男性がねやっぱり稼げなない人に対して頼りなさを感じるんですよでもそれをあまりある生活力とかあ包容力とか。 嫁力妻力ってものがあればねそれは全部あの恩和の目で見ていいただけると思います俺がしっかり稼ぐからあとのことは頼むねっていう風な形でこの年収1,000万の男性が帰るべき家をねものすごく安定的に運営してくれて頼りになる女性であることが示されればそんなにバカにされることはないと思うんですけどね、うん。だからやっぱりこう女女性は女性はで コーススペックの男性を狙うんだったら自分のスペックも上げていかなければ、まあつり合いが取れなくなってね破綻するっていうのは仕方がない話じゃないかなと思います。うん、今回は二十七歳の女性がゼック超ハイスペ彼氏の実家に初めて行って交際したことを大公開したって書いてますけども、年収一千万の彼氏にはその背景に年収一千万を育てるべき家族が控えているね、そういった親戚縁者が控えているってことなんで。 うん、こういったあれですけどもあまりにも教養の低い人が釣り合う人ではないというふうなことじゃないかなと思います皆さんはどのように思いますかねやっぱりうん結婚相手は自分の鏡という形なんじゃないかなと思いますあとはねあの最初は悔しい思いをするかもしれませんけども頑張って生活する中で、えー、年収一千万の彼氏に認められるような人間になることとあとはね年収一千万の彼氏だってねいつ状況が変わるかもしれませんから 少し性格も柔らかくしていただいて、すべてを受け入れられるような大きな器を育ててみてはいかがでしょうかというところでございます。やっぱりね、皆さんのおかげで成り立ってますんでね。はい、じゃあ失礼します。